FM 議論から始まる沖縄県のサッカーを盛り上げていこう。8月18日水曜日、時刻は午後10時を回りました。皆さんこんばんは。沖縄県のサッカーを盛り上げていこう、パーソナリティのコマンドでございます。はい、今週もねゆるくおしゃべりしていきたいなと思いますよ。よろしくお願いいたします。はいはい、沖縄県のサッカーを盛り上げていこうはサッカーを中心とした情報バラエティ番組です。沖縄県のサッカー情報はもちろん、日本代表からフットサル、ビーチサッカー、そして女子サッカーやキッズまで、あらゆるサッカー関連のお話の中、ワイワイ楽しく会話をしてきながら、サッカーに関わる人たちが少しでもハッピーになれるようなゆるい番組を目指しております。午後10時半までどうぞお付き合いください。この番組はあなたの専属トレーナーになります、フロースタイルエフラボ接骨院、真心ピミでご提供、居酒屋マジュン、バーガー&バーボソルチ、以上各社の提供でお届けいたしますよ。今週はですね、沖縄エスパーの高田さんに来ていただいていますよ。どうもこんばんは。こんばんは。なんかすいませんね、今日いいか、この話やめるか。いいっすね、いいっすね。雑にすいません。はい、そうなんですよね。もうちょっと今日バタバタしてしまって、俺来れるか来れないかっていうので、はい、ね、2、30分前に高田さんと調整するというところ。いやそうっすよ。いや僕小浜さん来られないかなと思ってヨヘンさんに確認したんですよ。すいません、ヨヘンさん来れないんだったら僕もちょっとやめようかなと思ったんですけど。申し訳ないです。はい、もう、はい、すいません。いや今日もあ、そうなんですよね。先々週からかJリーグがまた再開してましたが、はい、FC リキはですね、前節はちょっとホームで水戸戦があったんですが、はい、惜しくも 1-0 で負けてしまい、はい、4位に落ちたのかな。落ちてますね、はい、いやでも水戸の選手のねゴール上手でしたよね。でしたね。ちょっとキレありました、ね、うん、いいシュートでした、はい、琉球もそうですね、まあ、チャンスらしいチャンスもあったのかなっていう中で、はいはい、まあ、最終的にはちょっとゴールをこじ開けることができなかったという、そうですね、まあ、結果なのかなとは思いますけど、はい、ただ琉球はね補強した選手がやっぱ活躍してるというか、そうですね、チームにうまく、溶け込んでというか、はい、うまく連動してるなっていうイメージがやっぱ強くて、はい、怪我人もやっぱ多かったので、うん、あんだけ補強するっていうのちょっと考えてなかったんですよ。なんかイメージしてなくて、はいはい、めっちゃお金使ったんだなって感じ、はい、いや売れたんじゃないですか、ね、ああそっか。いやレンタルで出たのは一人かな、はいはい、ひとみ選手だけかな、はいはい、わかんない。去年で出た選手が移籍に残してくれたのか、はい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 、今度聞いてみるか。あ、聞いといてもらいます。そういう事情も知りたい、ね、教えてくれるかな。でもねこんなのも含めてね、はい、聞けると面白いですからね。いやそうですね、はい、そうなんです。あ、高田さんの顔消しちゃって、はい、ちょっと待って、後でやろうねこれね、はい、そうなんですよね、まあ、ただ今琉球負けてしまって4位なんですが、はい、まだまだ上位、まあ、ちょっとずつねじりじりと、差が広がってきてる部分はあるんですが、はい、まあ、後半始まったばっかりなのでね。そうですね、これからね、うん、新戦力もフィットしてくるんじゃないですか。そうですね、はい、その辺はちょっと楽しみな、期待できるのがね、はい、まだまだ続くので、ただねやっぱ感染症予防の対策からね、はいはい、どうしてもリモートマッチになってしまうので、そうですね、その辺はですねもう致し方ないのかなと思うんですが、はい、もうしゃあないですね。もうね、もうまた伸びましたからね、緊急事態宣言。そうなんですよね。9月の12日まで、はい、でなおかつ学校が伸びるところも、夏休みがね、はい、伸びるところが8月末ぐらいまであったり、はい、で部活も伸びたので、はい、グラウンドも借りれないと。そうですね。で沖縄県サッカー協会通達の沖縄県サッカーリーグも8月29日開幕を目指していたんですが、はいはいはい、それが断念されまして10月開催できるかなという、はい、10月はい、あ、なるほど。今日高校サッカーのリーグ戦、県リーグも9月4日再開予定だったんですけど、はいはい、あ、伸びました伸びました。
延期で未定です ね、 ね今のところ。確か沖縄県内は9月末からまたあれ選手権とか始まりませんか。そうですね、そうです、始まりますよね、始まる予定です、はい、沖縄県予選が。そうなってくるとやっぱ県リーグができなくなってくるんでよね。そうですよね、はい、うん、クラブチームにとったらね選手権出れないですから、あ、公式戦がない可能性がありますね。そっか、はい、なかなかですよね、まあ、本当にただ、まあ、現状でねなかなか厳しいので。そうですね、うん、俺らだけ楽しい自分でサッカーっていうのも ねどうなのかなっていう部分ももちろんあるんですけど、はい、なかなか難しいですね、うん、でもやっぱ日程的に考えると大人が我慢しないといけない大人が我慢っておかしいな、表現がちょっとおかしいですけど、ただね、やっぱりずっとついてくるんですけど、学校は練習してますがクラブチームが練習する場所がないっていうのもね、はい、ちょっと大きな問題なのかなっていう部分があるのでね、はい、この辺は、まあ、対外試合はできないにしろさ、なんか持ち回りでねどうにか、そうですね、うん、ちょっとこなんか言っとくか。いや、お願いしですか。僕も今日LINE を売ってて、うんうん、僕がクラブチームはグラウンドがなくないのでみたいな売ってたんですけど、はいはい、売って送ろうかなと思ったんですけど、はい、ちょっとやめましたちょっと気が引けました消しました全部。そうなんですよね、やっぱりちょっとでもさ、はい、練習できる環境っていうのはやっぱり欲しいなって思いますけどね。どうしてもこのなんだろう、トップチームというか、はい、県内の上位のチームがっていうのももう分かりはするんですけど、はい、まあね、なんだろう、運動スポーツの、部活だけじゃなくてさ、はい、なんとかね方法ってないのかなってやっぱ思うんですけどね。そうですね、難しいところですよね。だからなんだろう、沖縄県はもうねやっぱ爆発的にあってのはもう仕方ないのはあるんですけど、はい、まあ、県外に関してはお客さん入れてますから J リーグはね。そうですね、うん、いいなって思いながら、ね、いいなーつ、いいなプレミアリーグとかねめっちゃ入ったよね、超密集ですよね、はい、あ、 あれちょっと普通ですけど羨ましいなって思いました。そうですね、昔ああいう風にやってたのに今はできないのってなんか寂しいし、うん、早く戻ってほしいなと思いますね。そうですね、はい、なかなか、そうだよね、羨ましいって思っちゃいますよね、はい、うん、当たり前だったはずのね光景が羨ましいってもうなっちゃってますからね、うん、なんか早く戻ればいいですね。今日の天皇杯もやっぱそうなんですけど、はい、お客さん入れてるところがあったりするのもいいなと思うけど、はい、そのねやっぱりヨーロッパあたりはその域をはるかに超えてますね。そうですね、そうですね、声援出してるしね、はい、ノーマスクだしね。いや、なんかすごい子供が大はしゃぎしてんのった時に大はしゃぎして、あ、いいですね、子供がこうやってゴールして喜んでくれるのってすごいいいなと思いましたね。そうですね、はい、見てる人が喜んでくれるのがエンターテインメントですからね。やっぱそこがね、力の源になりますからね、はい、うん、やっぱ接種か打ちました。まあ、俺まだ宜野湾市は今50歳以下は受付がちょっとできなくて、あ、はいはいはい、50歳以上か、ちょっと持病がもある方は優先でってことで、はいはい、もう全く受け付けできないですね。そうですよね、うるま市も40歳以上が今週から、あ、そうなんだ、はい、受け付けなくて、そうですね、もうちょっと大変な時期が続きますが、はい、皆さんにはもうしばらくねちょっと頑張っていただいて、うん、いやー、さすがに今回長すぎません？なー、もうさ、もうでもどうにもね、そうですね、そうですね、なんでも言いたいことは山ほどあるけどね、はい、日に日に増えてますしね感染者もね、うん、難しいですね、はい、九州リーグも止まっ、九州リーグは止まってないのか、九州リーグは無観客試合になりました、もう前節予定よね今ね、うん、そうです、なんか難しいですね、はい、うん、でもまあちょっとできるところからねやっていけたらなと思いますし、そうですね、はいはい、まだ打ち切りにならないだけいいかなとは思います、ね、無観客開催で、はい、で、エスパさんにはやっぱりねちょっと頑張っていただいて、そうですね、上に上がるチャレンジをするね、はい、切符を取っていただかないと、そうですね、この困るんだよ僕も困ります
早くあの FC 琉球とダービーマッチがしたい、ね、いいですね、はい、追いつかないと、もうちょっと楽しみに、はい、頑張ろう、はい、これねコメントが来てるので見たいなと、これは、シュプリームさん、こんばんは、夏だ海だ山田です。これ俺の言い方が悪いんじゃない、すいません、シュプリームさん、すいませんもう一つ、シュプリームさんが、日曜日は5位の山形戦ですね。あ、監督変わってからもう連勝中じゃないですか。ね。ね、ここで叩きたいですね。ね。勢い乗りたいですね。乗りたいですね。で、日ハムから中田翔補強しておきます。いいっすね。そうですね。いいと思います。カツが入るかもしれないですね。あのね、あの金のネックレスジャラジャラ。怒られる。で野内さん、あ、野内さんからも今、はい、こんばんは、今夜も来ました、もう、はい、ありがとうございます、今日今夜のね天皇杯の結果ですが、ガンバが松本に、2-0、セレッソが 1-0 でサガン鳥栖に勝利、浦和レッズ 1-0 だったんですね、京都サンガに 1-0 で勝利、グランパスがヴィッセルに 1-0 で勝利、ジュビロ磐田対、これはベルスパ大分でしたっけ、はいはい、JFL のチームですよね、はい、確か延長だったんじゃないかな、延長行きましたね、延長行ってね、はい、ジュビロが勝ってますね、これで、J リーグ勢が全て残った結果になるのかな、はい、うん、でフロンターレがエスパスに2-1、トリニータがザスパクサツ相手に2-1で勝利、アントラーズがね長崎相手に3-1で勝利してますよと、はい、いいっすね、ベルスパ大分ちょっと頑張っていた感じもね、はい、惜しかったですね、1-0って、そうですね、1-0惜しかったですね、と俺ちょっとしか試合見てないですけど、やっぱあのジャイアントキリングというか、はい、あの JFL 格下のチームが格上と戦う時の戦い方だな、そのものって感じはやっぱりあったんですけど、はい、うん、やっぱでもね、それでも勝つとね、はい、あの全然違いますからね、そうですね、注目度も一気に変わりますからね、うん、楽しみがちょっと一つ減ったかなって感じはあるんですが、まあ天皇杯がね、まあ、開催されているだけでも、まあ、ありがたい部分ももちろん大きくありますので ね、うん、これからもちょっと注視していきたいなと思いますよ、はい、はい、これで相変わらずちょっと時間配分ができていないので一旦 CM に行きたいなと思いますよ、いけるかな、一旦 CM です、どうぞ、一人一人の状態に合わせて適切な施術を行うエフラボ接骨院、パキポキなど痛みを伴う施術は行っておりません、筋膜療法や骨盤矯正などの施術を行っておりますので、なかなか改善できないという方もぜひお問い合わせください、エフラボ接骨院、新鮮な魚介類や野菜を中心に真心美味でご提供、店内はぬくもりのある雰囲気になっており、全ての席が掘りごたつ、6名様までの完全個室を一室完備、オープンキッチンでカウンター席もございます、王者の交番裏側居酒屋魔順、握り寿司のテイクアウトも受け止まっております、野菜たっぷり使ったボリューム満点のハンバーガー、一度食べたらもうやみつき、思い出したらよだれが出てくる、宜野湾市大山国道58号沿いバーガー&バーボアソルチ、はいはい、後半もですね沖縄県のサッカー情報もお話ししていきたいなと思いますよ、はい、先週ね、ごめんなさい、俺ちょっとお話できなかったんですけど、沖縄県で開催してましたクラブ選手権、先々週かな、決勝戦がありまして、見事コチンダ FC さんが優勝しておりますよ、コチンダ FC の皆さんおめでとうございます。ただね、あのクラブ選手権、あと九州 A の派遣が、かかった大会ではあったんですけど、まあ、九州大会がね、今行われるかどうかっていうのもちょっと若干ね、そうですね、怪しいところもありますので、はい、この辺はまた情報が入り次第ね、いろいろ皆様にもお伝えしていけたらなと思いますよ、よろしくお願いいたします。なんかめちゃくちゃ前の話で話めっちゃずれるんですけど、はい、なんかウイレやったらいいっすね、九州大会とかもウイレで決めたらいいんじゃないですか、俺はクラブ選手権、俺はありだと思います、e スポーツ的な、はい、ダメかな、ダメか、誰なんだよねでもさ、なんていうの、俺的には別にあのおふざけでもいいので、はい、例えば九州リーグを
ちょっとやってみませんかっていう企画は、はい、俺はありだと思います。そうですね、あの実況入れてさ、はい、あの高原選手が、はい、ね、プレイヤーとして俺はやっぱりボカジュニアスで、はい、みたいな感じでなんかセッティングしてとか、はい、あのシュート外して下打ちするシーンとかも全部流して、はいはいはい、面白そうですね。ね、ちょっとやってみようかな。企画的には面白いと思うんですけどね、はい、もうちょっと解放クラブさんやってみませんか、ね、ちょっと僕アカデミーで試してみます、ね、面白いかな。僕らもアカデミーも今ズームトレーニングばっかりで、そうですよね、ストレスだと思うので、うーん、ゲームで発散できたらいいですね。 YouTube でちょっと生配信しながら、はい、面白そうですね。うーん、だから本当になんかね、いろいろできないかなって、はい、うーん、思うんですけど、この時期だからね。でもやっぱり皆さんね、やっぱご苦労なさってますよね。そうですね、なかなかできない中、ズームもやっぱりちょっと限界もね、そうなんすよね、出てきますからね。こんな3ヶ月もやってるとね、そうですね、なかなか難しい部分が、はい、でもやっぱ先週はちょっとしかお話してなかったんですけど、はい、メッシがね、はい、正式にそうですね、パリに入って、はい、大きく動くじゃないですか、玉突き事故というか、はい、あーすげえなーと思いながら見てましたけど、すごいっすね。ユニフォームとかめちゃくちゃ売れたんじゃないですか。もうね、もう殺到してるでしょうね、はい、パリは本気なんだなって。そうっすね、すごいっすよね。メンバーね、メッシが入る前でもすごかったし、はいはい、なんだろう、やっぱレアルにいたヨラホースとメッシが同じフィールドに立つっていうのもちょっと感慨深いものがやっぱありますし、すごいですね。面白くなりそうですね。面白くなりそうですね。俺なんだろう、ヴィッセル神戸がものすごく補強してるじゃないですか。すげえなと思ってたけど、やっぱなんか規模が違う。いや違いますよね。いやでもヴィッセルでもメッシ取れたと思いますよ。ちょっとやったかな。はい、ちょっと一声かけましたかね。かけたんじゃないですか。で、ボージャンが来たという、はい、メッシはまだパリを取ると、はい、でもメッシがね、もしもって、まあ、多くの人がね、はい、やっぱよぎっただろうし、三木谷さんのなんだろう SNS に、はい、なんか SNS にはこの三木さんお願いしますみたいなね、コメントもたくさん来てたって言ってましたからね、はいはい、いや来てくれそうな気もします。まだまだね、ね、そうですよね、ありそうな気もしますけどね、はい、うん、沖縄キャンプ来てほしいですね。ね、そうだったら、いやー、おー、そっか、やばいっすね。密になるんですか。いや、でね、パリ・サンジェルマンのロゴがね、はい、楽天に変わるんですよね。あるかもしれないです。いやー、ちょっと夢のあるお話ですね。はいはい、現実見ますね。えちょっと楽しみですけどね、はい、でも本当にこのサッカー市場が大きく動く、はい、大きなね要因となると思うので、はい、シーズン通してちょっと面白くなるんじゃないかなと、はいはい、思ってますので、いろいろちょっと見ていきたいなと思いますよ。そうですね、はい、これ野内さんからもご挨拶コメントが、女子サッカー、アメリカ代表で東京オリンピックにも出場した39歳のカーリー・ロイド選手が今季限りで引退を表明。ワイルドな髪の色をされている方ですよね、はいはい、そっか、39歳なんですね。39だったんですね。すごいっすね。でオリンピックの女子サッカーの決勝がずれたじゃないですか、はい、前倒しで、はい、夜に、はい、で会場も変更と、はい、やっぱいろんなこと言われてますけど、やっぱアメリカが残らなかったから簡単に変更できたとかっていうのはやっぱなんだろう、真実味があるというか、あるんすかね。アメリカが残ってたらアメリカのゴールデンタイムにやるの で、ね、お昼だよという設定だったんですよっていうことは、はい、まあ、今年やかに言われてますが、はい、で会場変更、日程変更してめちゃめちゃ叩かれてたじゃないですか、はい、JOC もめちゃめちゃ叩かれてたんですけど、はい、なんだろう、選手ファーストじゃねえよなとかなってましたが、はい、そんな
ことはないんじゃないかなと、はい、ちなみにあれですね、決勝に進出した両チームからの依頼で、はい、変更してますからね。俺は別に良かったんじゃないかなって なんかなんで11時にしたのかっていう、当初からね、はい、なんか医療関係かなら、はい、管理者の人に結構なお叱りがあったって書いてましたよね、出てましたね。でもこれ結局さ、テレビ枠も取らなきゃいけないし、放映権料の問題も出てくると思うんですけど、はい、それでも負担はどこがしたのか、まあ、さておきですよ、はい、これは選手のこと考えて移動したのはそんなに悪いことじゃないんじゃない、まあね、はい、現場は絶対バタバタするだろうし、そういった部分もあるんですけど、ただちょっと寂しいなと思ったのは、決勝がね、国立でできていない、いやそうっすね、1試合もやってないっていうのは、あそこでボール蹴ったのって数だけなんですよ、まだきっと。え？じゃないですか、なんかオープニングアクトか何かで、はい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 、ね、日本代表の継ぎはぎのユニオンも来てで、だってなんか多分まだいないんじゃないですか、いるのかな、それすごいっすね。あれです、なんか女子の移動した時間帯と陸上の決勝が被ってて、はいはいはい、国立競技場ではできませんってなって、はい、確か横浜でしたっけ、横浜埼玉、横浜かな、横浜、まあまあこれでも終わった話なんで、ね、もう皆さんね、新たにね、スタートしてますし、はい、なんか坂井宏樹選手がレッツでユニフォーム着てるのもちょっと新鮮ですし、いいす、ね、久保選手もやっぱマジョルカは俺はありだなと思って、ちょっと面白い移籍だなと思って見てて、はい、試合に出ることが一番ですよね。そうですね、はい、いい環境だと思いますし、はい、マジョルカの変な目線で見てしまうんですけど、マジョルカのユニフォームのメインスポンサーの枠が空いてたので、いやー今からなんか入ってくんのかなとか、なんか日本企業がとかなんか思いながら、どこが行くっすかね。ねえ、ちょっと楽しみだなと思いながら見てますけど、はい、ヨーロッパもまあ始まって、 J リーグもね再開して、はい、ちょっとずつですけど、この、普段通りではないですけどね、まあちょっと少なからずワーキャーで、ワーキャーはダメか、まあ一人だったらいいんじゃないですか。一人か、いいか。僕も今日一人で画面に向かう、うわマジみたいな。そんなん決めるみたいな。一人ではしゃいでました。でそれはあれでしょ、相方さんがちょっと冷たい目線で見てる。いやもう僕一人で画面しか見てないです。脳内さんからもう一つコメントが、マリノストップチームの選手一人がコロナ陽性。あーそうなんですね。そっか。で15日の、トリニータ戦はベンチ外、またレッツもトップチーム1人がコロナ陽性出てたよと、はい、もう出てくるよね、移動伴いますしね、デルタ株って結構感染力強いですしね。そうですね、なかなか難しいよね、やっぱりちょっとね怖いというか不安な部分もまだたくさんあるんですけど、はい、J リーグぐらいのさ、感染対策で出てしまうって、はい、なかなかよね、なかなかっすよ、デルタ株、ね、結構なもう囚人状態ですからね、はい、いやだと思いますよ。もう本当に軟禁、軽い軟禁状態なので、はいはい、そんな中選手の皆さんもねやっぱり大変だと思う、選手だけじゃないですけどね、はい、まあ、スタッフも、まあ、会場を作ってる多くの皆さんも含めてね、はい、やっぱ大変だと。あれなのかな、審判もやっぱ隔離なんですかね。隔離じゃないですか。そうよね、やっぱね、なんかインターハイの審判もコロナになったみたいな、うんうんうん、ああそうなんですね、ありましたね、あそっか、インターハイの話もしてないな俺。すいません、那覇高校の皆さん、赤杯でしたけど、PK でしたね。あ、PK でしたっけ、あれ違う、ごめんなさい、俺の情報がきっと間違えてるはずだ。沖縄沖賞は野球は勝ってましたね。あ、勝ってたね。もういつも通りこの交通量が減るという沖縄あるあるの現象が起きてましたけど、はい、全然感じてなかった。あ、そうなんですね。なかったっすね。そうなんですよ、嫁が今日は野球やでみたいな。そうなんです。もうお店も全部閉まるぐらいの勢いです、ね、はいはい、感じました、めちゃくちゃ。カレンダーに沖賞って書いてました。いや沖賞出身ちゃうやろみたいな。い
やばいやばい、すいません、はい、沖縄尚学勝ったよっていうお話で今日は終了したいと思います、はいはい、すいません時間も来てしまいました、申し訳ないです、はい、今週はこの辺で終わりたいと思いますよ。はい、この番組はあなたの専属トレーナーになりますフロースタイルエフラボ整骨院、真心ビビデコ提供、居酒屋マジュン、バーガー&バーボサルチ、以上各社の、提供と、沖縄市の高田さん、またね今週も聞いてくれた多くの皆様のおかげで放送することができました。ありがとうございます。また来週はね、シリーズ勝ちましたよわーってできるようにね、あの応援していきたいなと思います。ありがとうございます。あ、シュプリームさんからもコメントが来てます、お疲れ様でしたって来てますね。はい、今週もお聞きいただきありがとうございました。また来週もですね、ゆるくおしゃべりしたいと思いますので、また来週も聞いてください。ありがとうございました。ありがとうございました。あー、すいません。あれでも